こんにちは。今回は、自分が普段アンニア MCSG を、やる前にしているエイム調整を、動画とともに簡単に説明したいと、思います。では早速やっていきましょう。自分は一番最初は、マズコヒというサーバーでガップル PVP というものをやります。普通にこれを毎日やっているだけでも、十分に PVP 力が、上がると思ってます。ルールを簡単に説明します。最初に本を選択すると、キットがインベントリーに出てきます。あとはポーションを飲んでガップルを、食べてひたすら殴り合います。基本勝つためには2つ分の、ダイヤフル装備を壊すことが、必要となりますが、装備の履き替えなどのタイミングで、ゴリ押ししたりして倒せる場合もあります。ちなみにツナキャピ3箱のサーバーだと、雑魚の部類にいるので本当に、強敵が揃ったサーバーになっています。またこのサーバーにハガップル PVP 以外にも、ボット PVP やアックス PVP などいろいろな PVP が、練習できるようになっています。残念ながら MCSG キットの、PVP はこのサーバーには、ないのでそこが少し悲しいですかね。ここから少し余談ですが、何で今回ゆっくりを使っているかと言いますとただ単に、練習したかったからです。自分は、ゆっくりで喋るということをこれまでこのチャンネルでは多分してないと思うので本当に軽い練習です。これからたまに使っていくことがあるかもしれません。またこのサーバーは日本から繋いでいると、回線電波表示が基本3ピンでいい人でも、ギリギリ4ピンとかなのでアメリカなどに住んでる方にはまっすぐ突っ込んで、行っても勝てないので動きを意識して殴り合うことが重要になってきます。また連打速度も関係があるのでなるべく、速くするようにまた、エイムもしっかり保てるようにしていくってのが、目標ですかね。クソエイムながらもなんとか勝てました。グッドゲームでした。それでは次のステップです。次はオスというマイクラとは、別のゲームですが、エイムを合わせるという点では個人的に、優れているゲームだと思っています。これは音ゲーの部類ですが、自分の知人で音ゲーが苦手って、人でも1ヶ月やってたらある程度までになったので、基本的誰でもできると思います。ダウンロード方法がわからない方はググってください。ちなみに星空の今って曲なんで、気になった方はぜひダウンロードしてやってみてください。ちなみにペンタブなどでもできますが、エイム調整とはまた別になってしまうので、音ゲーとして楽しみたい方はぜひ使ってみるのもいいのではないでしょうか。ちなみに自分はマウスで連打と、エイムをしてますが、キーボードで連打。マウスでエイム合わせるってこともできます。ツナキャッハちなみにレベル60までやってますがそれに、似合ったうまさではありません。話すことがないのでオスの感度の、話をします。自分はゲーム内感度 0.91 で、マウスは DPI 400ですがこれってやっぱり低いんですかね？良ければ皆さんの感度を教えてください。ちなみにオスはエイム合わせにはならないっていう意見を、どこかで聞いたことがありますが、自分はだいぶ関係あると思ってます。人それぞれ個人差はあると思いますが周りを見る力やらも結構つく感じがしてます。まずまずですかね。それでは最後のステップに移りたいと思います。自分は最後のエイム調整は DJ サーバーの FFA で普段行っています。ここでは漁夫の利の対処、釣り感、立ち回りなどいろんなものが学べるのでとてもいいところだと
思います。またエンダードラゴンキットだと、リジェネ効果がついてますから効率的に動きできるようになるのでお金に余裕がある方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ステマじゃありませんし的意見です。このサーバーもうそろ KD が3になりそうなんで言ったら褒めてあげてください。ここからは余談していきます。ゆっくりは一応めっちゃ昔に使ったことがありましたが、やはり編集にとても時間がかかりますね。あとはおはと入力してしまうとそのまま派で読んでしまったり、釣り竿を変換して漢字にすると釣り竿って読んでしまったりしてて、ゆっくりの難しさを感じました。また今回ゆっくりを練習している理由として、箱根から杏仁の動画を出そうかと思っていまして、杏仁だと聞こえ実況すると約1時間話し続けて、使うのは賞味15分程度で、後半前半のテンションの違いとかがあり厳しいので、後で言葉をつけれるゆっくりでやろうかななんて考えているからです。でももしトーク力が格段に上がったのだとしたら、スナキャピさん聞こえで杏仁の動画を出すかもしれません。きっとないとは思いますが、最近スナキャピさん耳のエイム力が落ちてきてしまいました。これが老化なのかどうかと思うと少し悲しいです。まだプチプチの猫高校生ですが、ニコ話すことがもうないので、ここからは BGM だけ楽しんでください。あ、これはやばいですね。ロールバックだと参考になったでしょうか。このエイム調整した後だとなかなかに無双できます。では、よっ PVP 生活をまた見てね。